曲に乗せて時刻は7時47分です。この曲は妹なら加山雄三です。あ、おはようございます、加山雄三です。タイトル何ですか？8時を過ぎました。私の船は燃えました。また顔を止めます。加山雄三です。今日は加山さんに来ていただいてるということで贅沢なラジオですね。僕の妹に、はい、そうなんですよ、はい、そうか、今日はテーマが、今日家族の面白お話ありますか？私、サトシさんすっごい面白い家族に育ってそうですけど、じゃなかったらサトシさん出来上がらない。うちね、まあ、ちょ、妹、今日よしこちゃんが練馬にいるんですけど、うん、昨日、まあ、ちょっと顔出して、ございます、昨日顔出したんだけど、ね、あ、練馬に行かれた。うちの親父がほら入院してて、あ、はいはいはい、よしこちゃんが昨日来てちょっと一歳目親父に会いに行ったんだけど、来てくれたんですね。で、まあ、そういう、あ、いや、よしこちゃんだから家族の面白話でやる、うん、よしこちゃんと俺って小さい頃、うん、あの、まあ、年5個違うんですけど、うんと妹だから下か、 5歳下なんだけど、うんうんうん、で、あの部屋がね、大きい部屋が一つあっただけだったの、ちっちゃい頃。でもさすがに大人になってくるとちょっとね、うん、やっぱ一緒にちょっとなんかつまんないじゃないですか、いや、いる、邪魔じゃないですか、まあ、妹だもんね。妹がずっとその親の部屋にいたんだけど、さすがに小学校高学年になってくると、うん、ね、親も邪魔だし妹も嫌じゃないですか。まあ、そういう年頃ですよね、勉強しだすから、うん、ね、で、じゃあちょっと仕切りがアコーディオンカーテンというわけのわからないですね上も下もこう5センチずつぐらい空いてる、あの、わかるわかるわかる、よく病院とかにある、あれでね、仕切られたんですよ。はいはいはい。それでさ、あの、血気盛んなサトチンがさ、横にいるわけじゃないですか、はい、空いたアコーディオンカーテンで空いたね。で、小6のよしこちゃんと、はい、高校3年のサトシ君とかが、だと、ここ2年か、もうサトチンはもうその時はもうね、わ、うん、かります？夜になるとやっぱこう勉強ですよね。もちろん、あの、夜の勉強をしなきゃいけなくなってくるわけですよ。そうするとよしこちゃんとはさ、いろいろこう聞こえてしまうわけですよ、いろんなことがね。そうですよね、パーテーション1枚ですもんね。そうなんですよ、ね、上下5センチ空いてますから、どんだけ静かなことしてても、うん、どんだけ静かにしててもさ、それそりゃ多少はさちょっとね聞こえてくるわけですよ、はいはい、いろいろがね、勉強のこのね、あの、筆圧とかの、そうですよ、ね、書いてる音が聞こえてくるわけです、 そうですよね、うん、そうするとですね、小6のよしこちゃんは、はい、壁をドカーンと蹴るんですよ。よしこちゃん、はい、でそれで僕イライラしてきて、うん、で親と喧嘩をして、うん、でうちの母親と喧嘩をすると、うん、うちの母親も怒っちゃって、うん、次の日のよしこちゃんのお弁当に焼きまんじゅうをぎゅうぎゅうに詰めて、朝、あの、昼開けたら全部焼きまんじゅう、味のついてねえ焼きまんじゅう、あの白の白の味噌もついてない、でまた切れ出すっていう、で俺のせいだじゃんっていう、じゃあ小6だからね、分かる人は分かるもんね、うん、分かりますよ、だからよしこちゃんね、ああやって真面目な人になったのかなと。めっちゃ面白いんですけど、まあ一般ですよ、こんな話。我慢できないもんですか。我慢できないですよ、だって小6の妹が隣にいて、できない、いや絶対バレるでしょ。バレますよ、いや我慢してよ、いまだに言われますよ、嘘、本当に、あの時ほんとぶっ飛ばしてればよかったんだよ。え、なんか少し抑えようって思わなかった。もうさ、そんなん聞かないんですよ。そうか、高校生のね、そんなの聞かないです。サトシさんはね、そんなもの、私の暴れん坊勝負はそんな馬に乗ったら走り出しますよ、そりゃ。もう、本当に、あと家族で言うと、うちのじいちゃんとかは、うちの家族本当に言い間違いが多くて、うんうん、お客さんに、うん、このおまんじゅうあれかな、車に乗せたらあれかな、匂いが東京までついちゃいますかね、車が、うん、大丈夫ですよ、ボンネットに入れとけば。ん？ボンネットに焼きまんじゅう入れる？ん？爆発するわ、あと、うちの親父もさ、なんか配達に行って、すぐ帰ってきたのよ。うん、で、どうしたのかと思ったら、うん、いや、お財布忘れて、宙返りして帰ってきたっつって。宙返り？お前、本当にお前、バック転とか爆宙して帰ってきたんだな、お前は、つって。宙返り？な、Uターンとかじゃねえのか、つって。そういうね、言い間違いがかなり多かったですね。いや、超面白い家族じゃないですか。うん、なんかいっぱいあるんですけどね。
あーでもそうやって日々面白いことが続くから一個一個覚えてられませんよね、うん、そうね逆に覚えてられない、まあ、この時間終わったらあーちゃんの家族の面白い話聞こうと思ってますけども、いやいや私んちゃんそれその後話しづらいです、うん、うちまだ超あるんですよ、ま、だめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、ぜひその話をお願いします。いやいや俺の話は、まあ、店に来てください皆さん分かります、言えない話がいっぱいあるんでちょっとそれこそというわけで皆さんもね、まあ、この後話しづらいでしょうけど、はい、いや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 家族のいやいやいやまあ面白話とかまあまあそうね、うちの館こんな面白いですよとか、ね、変わってる話とか言ってください。そうそうそうお願いします。ではまた8時台でいってらっしゃい。時刻は8時22分おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と恐怖で翔平だよよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ははいとしさんの妹よしこちゃんのよしこちゃんお誕生日なんだよね。そう、もうババアだけどね。そんなことないですよ、もう昔申し訳ないこといっぱいしたということで今日のテーマは、はい、今日は、ファミリーヒストリーです、うん、はい、あちゃんなんか面白いことありますか。ない。でもないの。いやうちの家族は、うん、いや常に面白いですよ。あのね、だけどその一個一個覚えてられないぐらいでお父さんが本当、はい、愉快な人で、お父さん一発芸人とか大好きなんですよ。例えばだから畑陽子さんとか、はい、小島よしおさんとか。それが何真似すんの。そう真似しながら帰ってきたりとかよくちっちゃな頃されてましたね面白いパパ。パパ帰ってきましたからグリーンとか。あそうかわいい。すっごいかわいいパパですね。そんなことしてたら俺多分ソース感なんだろうなうちって帰ったらは何してんのバカじゃないのバカじゃないのって言われて終わりだよ。それお母さんも一緒に笑うから子供の私も笑う。そうだよね。そうやっぱね、そうお母さんが笑ってくんなきゃダメだよね、うん、そうだよそれが大事大事。笑いに絶えない家族でございます、ね、そうです。そうしてください皆さん。ラジオネーム鉄ランタさんの鉄ランタさん、はい、ご家庭ですね。笑える話ではないかもしれないけど、母のせいか母が生まれた家が取り壊されることになりました、はい、農家でまた町工場もやっていたので大きな家。おじいちゃんおばあちゃんが住んでいたのは部屋が3つある離れで、はい、門のそばには炭小屋。あ、はいはい、昔ね、家の裏には牛小屋だった建物と、うんうんうん、その上に物干し場、うん、裏の小川に降りる洗濯場もありましたよ。いいじゃないかね、子供の頃の私には本当に探検すると言っても良いくらいに大きな家でしたが、うん、いいね、今では住む人がいとこだけになってしまい手放して更地にするそうです、うん、アパート暮らしなら十分に立つだけの広さがあるのできっとそのようになるのだろうなと思います。母もとても悲しんでおり、私ももう一度あの家を探検したかったです、うん、懐かしい家族の思い出がまた一つ消えていくんですよ。今ね、それ昔の旧昔の本当作った家をそのまま持ってきてあのカフェにしたりとか、古民家とか、ね、結構流行ってるもんね。イノベーションしてね、うん、だから人が集まんないとね確かに、うん、そこの地域にね、うん、で本当使えれればね、自分が住んでたとかおじいちゃんおばあちゃんの家がまだあってカフェになってるって言ったらすごい嬉しいよね、うん、もしやれば。私の父の実家が栃木にあって、うん、栃木ね、うん、でもうみんなそこ住んでないんですよ誰も、うん、ですごい私の実家も大きくて、うん、探検できるぐらいだったので、うん、そこを売ったんですよね前に。でその売った時も都会から来た20代中盤ぐらいの方がここで始めたいみたいな。何を、なんかわかんない、わかんないけど何か始めたいって言ってその方に引き渡したんですよね。すごい。まあ、じゃあ残ってんだね。残ってます。あら、でも嬉しいね。何になってるかちょっとわからないですけど見たらビルになったりするあれあれ何もねえみたいな、ね、でももう売ったって言ってももう渡したぐらいで本当に全然だったんですけど ね、何か役に立てばなってことで私の実家もそうしてます。本当に今さ空き家がいっぱいあるのよ。ありますよね。いっぱいある。うちのあれもいっぱいあるからさ、うん、何かね、簡単に本当リノベーションとか綺麗にして誰かに貸したり渡せばいいのになとかと思うけどね、うん、まだ住める家もあるし結構なんかそういうのをね、市とかが協力してくれたらねえ、うん、やっぱ資金とかが大変だからね。そうなのよ。クラウドファンディングとかもいいと思うし。うちも今よしこちゃん の息子が今大学行ってるんだけど、はい、その大学のサッカーチームが8月にこっちで来るんだって試合で、はいはいはい、でなんか5泊ぐらいしなきゃいけなくて5泊？今探してんのよ、その安いホテルを。ホテルを結構貧乏学校なんで、うん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 、結構安い選手もお金ないから安いとこ探してて、そういう時にちょっと大きめな一戸建てがあってそれちょっとね貸せるようにすればそこで自炊してね、いいかも、近所のおじちゃんおばあちゃんとかねこうやってんで、うん、作ってって言えばいいかなとかと思うんだけどね、うん、俺ね、いいかもしれない、うん、確かにそういうの必要ですよね。必要だと思う。
需要ありそうね。うん、でまた俺の時はほんとこういうメールばっかなんだよな。何ですか？ハレさんです。ハレルヤ、ハレルヤさん。皆さん当時この間違いも多かったと思うんですけど、うちの弟が受け狙いとかじゃなくて映画シックスセンスって あれ怖いですね、をシックスナイン見たって、僕に聞いたことがあったんですね。うちの兄弟は下ネタを話すような間柄でない。僕は間違いに気づかないふりをしてしたんですけど、もしそういったオープンだったら笑って突っ込めたんだけどな。まあ、でもあれでしょ、69ね、69ですよ、69、背番号69とかありますよね。ええ、まあ、ね、そうですよね。そんな感じで太っちょ軸越したんですね。自分が小さい頃、夜中に目を覚ましたら薄明かりがこぼれている部屋を見つけてました。うん、おいこれ大丈夫なのこれ、ちょっとね。何もうマジで本当に。そっとドアを開けてみたら、パピーが一人で、バットを持っていました。自分は静かにドアを閉めました。これあれでしょ、お父さん素振りしてたんですね。そう、野球の練習です。そうですね、はい、マスコットバットを持って素振りしてたんです。ほんとお前これ大丈夫か。ちょっと待ってこれはちょっとね。ねえ、ほんとに大丈夫これ。大丈夫、野球の話だから。あ、そうそうそう、 そう、ね、でもね、ビュンビュンうるさかったのね、お父さん横でこうバットが空を切る音がね、するから。素振りしてますから。はい。その血を受け継いだのが君だってことですね。いや、あなた本当にね。本当に全く。本当に。いやいや、え？バットですよ。違うです。違うんです。そうですよ。野球ですよね。すまねえ、二人とも。もうなんか次のメール読みいけないんだけど、どうしよう。でももう時間も微妙だな。微妙ですか。まあ、ラジオネーム、はい、カズニャンさんからですね。カズニャン。といえば、僕は今お兄ちゃん家族と暮らしていて、うん、甥っ子が2人いるんですけど、下の子が4月から小学校に入学。あら、おめでとう。小学校といえば宿題勉強がたくさんあり、最初の1ヶ月は手加減されてみたいですけど、うん、ゴールデンウィーク明けからたくさんの宿題を出されて、そうなんだよな、こたつにこもってやりたくないって泣いていたんですよ。かわいそうと思う反面ね、頑張れと応援したくなり、自分の小さい時を思い出しました。そういう時は一緒に泣くのよ。一緒にやだやだって言ってこう解いてるの。やだじゃあ、にぎってやると面白いかもしれない。自分も泣くんね。そう、泣きながらやるちゃうの。カズニャンさんどうでしょうか、はい、ではまた40分台で。時刻は8時41分。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と星野源です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね、朝からこの曲。源ちゃんファミリーソング。星野源さん、新垣結衣さんとね、幸せな家庭を。どうなんですかね。え、なんか、いや、星野源さんには申し訳ないですけど、うん、お家に帰って新垣結衣さんがいる生活って、まあ、それはほら慣れちゃいますから。慣れちゃいますか、うん、すごいですよね。なんか慣れちゃいますよ。慣れるんですか、うん、はあ、うん、それが結婚か。いやいや、まあ、俺は面白い方がいいかな。あ、面白い方がいいですか。面白い人の方がいいかな。あ、一緒にいて、うん、でも待って、としさんが面白いのに面白い人がいいんですか。いや、だって俺普段家にいると全然喋んないから。あ、出た、やっぱ表でね、こう喋る方はね、意外と。いや、店でも喋ってないけど、そんなに。いやいや、お店あそこなんか喋ってないけど、普通の焼きまんじゅう屋じゃないし。まあまあそうだけど、家でも家だから喋んない、全然喋んないですよ。口押さえられてる。全然喋んない、本当に超無口。ひたすらビールと枝豆食ってるだけだから。いろいろとね、わけがあるんです、ね、お菓子と枝豆とビール飲んでるだけです、ひたすら。でタルト君撫でてるだけ、うん、よかったよかった。でもタルト君がね、仲介してくれるから。タルちゃん最近年取っちゃってさ、タルちゃんもう8歳過ぎちゃってさ、ワンちゃんね。そうなの、最近走ると止まっちゃうのよ。あ、そうなんだ。俺のは走ってぶつかれちゃった、パパつって。よかった、タルちゃんがね、かわいいね、うん、じゃあそんなね、はい、幸せそうなサトシケでございますけど、今日は家族のね、はい、家族話、面白話なんかありますか、うん、はい、ラジオネーム塚地ザズグレードさんからいただいています。別れた元妻は結婚する前、付き合っていた頃からちょっとぽっちゃりしていたんですよ。もういいじゃないですか。その頃友達と、私たちは永遠のダイエッターだとふざけて誓い合っていましたが、はい、私との結婚式の前後1ヶ月ほどだけダイエットにちょっと成功したようでしたよ、うんうん、はいはい、それ以外で成功した様子を25年間見たことがありません。でもさ、俺思うんだけど、こう 年重ねたらちょっとこうぽっちゃりしたとこがいいと思うかな。安心感がね、うん、
あんまり痩せて、痩せて綺麗にするって難しいと思うんだよね。うん、確かに筋肉ちゃんとつけてね。やっぱ年取ってから痩せるとね、こうどっとこう。そう、なんかね、余計ね、垂れちゃうからね、疲れて見えるというかさ、なんかね。いい意味でちょっと引き締まってた方がね、いいですか。まあ、それこそドスコイパブにあれですよ。そのぐらいの方がいい。一回行ってみたいです私、ね。あるんですか、ドスコイパブ。調べてちょっと行きましょう、みんなで。行きたい、行きたい。みんなで行きましょう。意外と豊かとか超喜んじゃったりして、ね。いや絶対喜ぶ。ああいう人に限って豊かさんみたいな人に限って一番大きな声で喜んでると想像。いや文句言いそうじゃんあいつ。もうやめろよお前とかって言いそうじゃん。なんか言いながら一番楽しい。腹乗ってんだよ手にとか言ってすげえ言いそう。俺だったらずーっと掴んでるよ。俺だったらずーっと握って。楽しそう。正反対のお二人ですね。高崎のパパさん、パパさん、笑える話ではないんだけど、はい、今パパと娘ちゃんは東京で別々に、うん、愛妻は高崎に住んでいて、すごいな、家族バラバラなんですよ。すごいな。しかも今年の9月には愛妻も東京に進出予定なので、高崎のマンションどうするかとなっています。もしかすると高崎パパの名前が変わる日がやってくるかもしれませんね。ちょっと待って待って、じゃあ奥さんが東京に進出ってことは一緒には住まないってことですか。いや住む。あ、住むの。パパがもともとみんな高崎に住んでて、ね、でパパが単身で東京行って娘ちゃんは多分大学か何かで違うところに行って、おうおうおう、で奥さんは多分パパのとこ行くんじゃない。あ、そうなの。うん、それやばいな。はあ、なんか高崎のマンションはなくなるってことだね。それやばいな。あ、貸せばいいよね、だからね。ああ、それはあのあれですよ、片付けた方がいいよ、いろいろ気をつけないと。パパ今すぐ片付けて。やばいやばいですよ本当に。コロコロとかされたらもう終わりですよ。やだ、何下げた。笑えないやし、いたって普通の家族だよ。お前んちみたいには何もねえよ。言われてますよ。連休中は磯日の赤木団の公演にはたくさんのおかげ来たんだろうね。うん、ありがとう。明治時代にもアイドルとファンが、え、それ。娘義太夫、すいません。はい。寄席で物語を縁につけて三味線など伴奏で語るんだけど、佳境になるとファンがどうするどうすると掛け声をかけて、それでファンをどうする連と呼んでいたんだって。そして次の寄席に人力車をどうする奴らが追いかけてたとか、今と同じ。はい、何しゃべってか全然わかりません。さきちゃんも全然わかりません。本当にわかんなかった。全然わかりません。赤城山大噴火さんからです。はい、中学の卒業式の後に食事に行ったら、はい、両親が財布を忘れていたことが分かり大ピンチ、はい、と思いきや前日に祖母からもらっていた卒業祝いを俺が持っていたので切り抜けることができました。あの時の両親の顔は今でもはっきり覚えています。これね、お金忘れてさ、財布忘れ、俺もよくあるもん。お、俺もよくある。ゆうゆうに行って、うん、財布忘れて100円玉もなければお金もないっていう時にまた帰るっていう、ね。うん、近いからいいじゃないですか。そういう時はあのバッグの下に千円札1個置いとくんですよ。はいはいはい、一番入れとくと安心、うん、あ、間違った、違う。どうぞどうぞ。そう、ないや、あちゃんお金忘れちゃったとか。あー、でも私お金忘れてもいいやって思うタイプで。だってどこにも入れないし何も買えないし。ペイペイとかがあるし。いや、だからない時代よ。え、ない時代。ない時代。忘れたこと。今 D 払いもできるけどさ、ピューイはね、はいはいはい、ペイペイも払えるかな、まあできるけど。うん。ない時代。確かにない時代か。あったでしょって。ありましたね。うん、でもないかも、そんなピンチになったこと。あ、須田さんそんなあるんですか。あるよ。だから車に小銭いっぱい入れとくとかさ、昔ね。先生、はい、私駅の駐車場止めた時に出た、あの出る時なんですけど万札が使えないんですよ。万札が、万札しか持ってないもんね。違う違う、たまたま、ね、いつも万札だけだもんね。違います、一万円札しか持ってなくて。でも万札が使えない機会で。それは使えない時あるよね。どうしよう、出れないと思って、もう駐車券入れちゃってるんですよ。ああ、もうこれダメだね、もう終わったと思って。でも急いで駅に行って。で、どうするその駐車券を。でも入れっぱなしです、車もそこ置きっぱなしで。やばくないですか、後ろ来たらどうすんのよ。でも夜だったんで、もう仕方がない、もういいやと思って。だって私出れないしこのままじゃと思って駅行って両替して、そしたらもう無理、なんか逆にもう支払えなくなっちゃってて。ああ、もうね、時間が経ちすぎて。そうそうそう、時間が経っちゃうもんね。それでもなんか電話しようと思っても全然そこ電話つながらなくて。もう全然出れなくて。それやばい。そんな思い出があります。で、どうしたの、車も担いでこうやってバーを越えたの。越えてません。え、なん、どうやって出たんだっけな、もう忘れた。破壊したかも。してないです。ガーンして、してない、ワイルドスピードみたいに。してない、多分どうにかでどうにかね出してもらったんだと思う。すごいなっていうね。それ俺もあるよね、あるある。1000円も使えないとこあるもんね。あ、そうなん
小銭だけですっていう時もあるし。今はねそんなことないけど、うん、あったですよねそんな時。ありましたね。思い出した、よかった、思い出して出ましたね。それパンプスさん、パンプさん、元気があれば何でもできる。いつも元気な私の母、現在83歳、うん、若くないですか。83歳、パンプスさんの何、お母さん83なの、若いよね。若いですね。母が元気なのは毎日のゲームが原因です。ゲーム、ゲームしてんの。へ、母が愛用しているのはゲームボーイミクロ。そんなのあんの。手のひらサイズのゲームボーイ、ニンテンドースイッチも持っていますが、一番小さくて軽いミクロがお気に入りです。すげえな。スーパーマリオを裏面までクリアしてしまう恐るべしき83歳、うんうんうん、攻略本なしでゼルダの伝説までやり込んでいます。すごい。頭の体操にとゲームを進めたのですが、まさかここまでハマってしまうと思いませんでした。うん、RPG はかったるいそうで、アクションゲームしかやりません。かったるい、わかるわかる。 3D の画面は目が回るからダメ。スーパーマリオのような横のスクロールアクションゲームだったら、赤木団も参加した e スポーツのイベントにも参加させようかなと考えてます。してくださいよ。すっげー。え、今結構お年寄りの方もみんなゲームしてるんですよ。いる、いますよね、うん、やっぱり介護施設とかでもそれを推奨してるみたいです。そうだね、いいかもね、うん、うち来てもほら、あのおじちゃんおばあちゃんがねゲームしてる人いるもん。うち待ち時間で。あ、そうなんだよ。音がするから。プリ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 。そうかと思えばさ、カップルで来てね、前も言ったけど、はいはい、ね、男がね、彼女が前にいるのに色動画見てるやつとかいるからね。ひどい。ひどいよね。え、待って、え、彼女と焼きまんじゅ食べに来て、うん、それでもエッチな動画を見てるんですか。まあちょっとそういう動画を見て、俺には見えるわけ、画面が。ですよね、俺ほら、あのサトチンはさ、はい、視力が 4.0 とかだから見えちゃうんですよ。老眼だけど遠くはすごい見えるから全部見えちゃうわけ、何見てるのか、うん、こいつ彼女といるのに何やってんだお前。ひどいかも。今さ動画サイトだとすごい好きなのが出てくるじゃん、うん、YouTube でも何でも、うん、自分の好きなの多分そういうのばっか見てんだろうな。聞いてるか太っちょお前、気をつけろお前。巻き込まないであげて、太っちょさん。違うよ、トーチョさん。もうサートーチャンネルでお前のことさらしたろか、お前。ガーシーチャンネルもね、もうなんかもうそろそろ終わり、落ちてきてるみたいな、ね。あ、そうなの、そうなの、いいんじゃないもう。うん。噂がね。俺、本当に興味ないからさ、あんまりそういうの。あ、芸能人の暴露ネタみたいなさ。何にも興味ないからね。あ、ゴシップネタみたいな、ね。あんまり別に、だからどうしたのって感じなんだけど。私、小さい頃は大好きでしたよ。なんか週刊誌みたいな。うん、ああ、まあまあね。大好きな、うん、女の子でしたけど。はい、ラジオネーム。アットFMさんですね、はい、うちのお父さん実は自分のおじいちゃん学校の先生のはずなのに高校3年生くらいから、あ、ちょっとこれ読めないかな。え、どういうこと。まあ、ちょっと、ね、悪書きだったってことだね。ゴルゴ38さんですね。自分の幼なじみの話になりますが、うん、その幼なじみが兄弟喧嘩をした時の話をしてくれた際、幼なじみが喧嘩でお姉さんに追いかけられた時、おならをしながら走って逃げたという話というかエピソードを聞き失礼ながら爆笑しました。よっぽど危機感があったのか分かりませんが、なんでそうなるのと思ってます。スカンクですね。まあ、このね、後ろ巻くってことですね。後ろにいる人を巻いて逃げる。はい、素晴らしい。ハワイのママちゃんです。我が家の息子タイちゃん、末っ子は5人の姉たちの命令には絶対逆らえないので、見てると猫ちゃんに命令していますが、またまた猫ちゃんはタイちゃんには無視、かわいそうな可愛いタイちゃん、ママは大好きですよ。これね、動物ってさ、なんでこう人間を選ぶのかな、すごいわかりやすいよね。タルトちゃんもそうですか。そうです、人間を。そうです、うちの息子とか出かけるんだともう噛みつくから。行かないでって、行かないでっていうか、なんか、うん、なんか多分そうなるからね。タルトちゃんから見てサトシ家の10列とかってどうなんですか。まあ、もちろんうちのボスが、うん、あ、奥様が、うちのね、はい、首相が一番ですけど全く吠えられないから。あ、じゃあそこはもう絶対なんだ。絶対だと思う。厳しいからね。あ、うん、まあ、誰にも厳しいですけど、うん、誰に吠えてんだよとかっていう感じだから、ね。タルトちゃんにも言うんですか。なんでその緩急の付け方なんでしょうね。なるほどね。やっぱりすごい怒るし、すごいいいねって言うし、優しくね。だからそういう、だから人と一緒だよね。じゃあ緩急にね、やっぱサトシさんもね、惚れたんでしょうね、奥様のね。いや、私はもうずっと、私はそうだから本当にあの一緒にいてから、わ、こういう人だった。うわ、マジで恐怖政治。結婚してから分かったんですか、奥様のその恐怖みたいな。もうあのね、あのまあね、あの
ちの娘ができたのが分かった時に、うんうんうん、向こうの家に行った時に分かりましたね。あ、ここはこういう国なんだ。王国だったんです。ここはこういう国なんだ。国でね、あ、これはちょっと違うな。どうしようこれから。うん、思ったわけです。そのまんま、あの、ずっとね、ずっと恐怖政治に。ユンセリ、ユンセリが出てこねえかな、ユンセリが。ネットフリックスで見てください、ユンセリに会いたかったらね。というわけで、皆さんメールありがとうございました。はい、え、どうですか、ふとしさんちの、もうちょっとなんか。うちの妹が、うん、最高に面白かった話で、うん、うちの妹が実はこの、並びの、観光堂にいたんですよ。前も話してたんですけど。働いてたね。観光堂で働いてて、通帳を持って銀行に行けって言われて、うん、銀行に行った時に、もう25年、30年ぐらい前かな、はいはいはい、25年前か。で、まあ、うちの妹が、大爆笑、まだ携帯もあんまない時代だったんで、うん、大爆笑しながらうちの店に電話かかってきて、うん、今前も前これ言ったけどね、うん、銀行でおじいちゃんが通帳作った、うん、言ったっけこれ、通帳作ってるって言ったんだけど、うん、暗証番号がわからない、うんうん、でもう付きっきりでその行員の方が銀行員の方が、うん、おじいちゃん何でもいいですから4つ、うん、何でもいいからねって言ったんだけど、うん、おじいちゃんずっと考えてた、考えてたんだね、でも忙しいから、はいはい、その行員さんも付き合ってられないから、うん、で、まあ、仕事しながらまだ選んでる、うん、でおじいちゃん本当何でもいいです、誕生日でも何でもいいので、うん、聞こえちゃうんだって、うちの妹が真横にいたんで、うん、でもう大丈夫かなおじいちゃん、へえかな、何だっていいじゃん、もうね0000でも11でも何だって、当時はね、まあね、何だっていいじゃんと思って、うん、でも20分経ち30分経ち、全然決まらなくて、うん、でもう銀行員さんもちょっとイライラしちゃって、あ、なっちゃいますよね、もうじゃあこっちね、うん、あの何でもいいから電話番号でも何でもいいから書いてくださいって、うん、って言ったらおじちゃんが決まりましたおって言って、で銀行員さんちょっと決まりました、うん、じゃあ何ですか、じゃあ書きます、何ですか、どんぐりって言ったらしいんですよ。それを妹が聞いててもう笑いが収まらなさすぎちゃって、もう外出て家に電話ですよ。キーダース、暗証番号どんぐりだってさーって言ってきたのをうちの妹はめっちゃ面白い、思い出しました。まあ、あのおじいちゃん的には4文字を考えてたみたい。なるほどね。数字じゃなくてね。それを妹は聞いててもう笑いが収まらなすぎちゃって。飛び出てきてかわいい、どんぐりやってさ暗証番号がって言ってたのを思い出しました。名前を選ぶにしろどんぐりってところも面白いですね、よしこちゃんね、うーん、よしこちゃんお誕生日おめでとうございます聞いてる今妹さんね、練馬で、練馬にね、はい、ちょっと離れてね一緒にいるんですね、そうです、あれ似てんの、あのハリセンボンの春か似てんの、うん、あ、そうなんですかちゃん、あのスタイルのいい方でね、あ、逆、ちょっとあのね、春菜ちゃんの方に、ああいう感じ、いいじゃないですか、安心感でね、安心感、そうね、あ、ちょっと待ってください、白鳥女さんから、どうした、今日のメールのテーマ、あなたの家族の笑える笑えない話、うん、お白鳥、もっこりな水曜日ね、そうよ、父が亡くなり6年よ、遺品にはいろんなものがあったな、やばいやばい釣り竿、あ、本、よかった、自営業だったので仕事の道具、あ、そうなんだ、放送で言えない品々などたくさん私出てきたんだよ、そうなんだよ、中でもねセクシーな本や DVD がたくさん出てきたのに驚いたわ本や DVD パッケージを見たらね縄が出てくるものばっかりなのよ、縄好き、処分は3つ下の弟に任せたわそういえば昔父が心筋梗塞で突然入院になり数日前に借りたセクシーな DVD を母が返しに行ってたな私だったら恥ずかしくて絶妙に返しに行けないわよ、母は強しだよねって来ています、これ問題あるよね、いろいろ自分がもし急にね、うん、ね、いなくなった場合これ、ま、果たしてこの自分の遺品の中にこういうものがあってでその癖がバレるという縄でしたね、縄だったね、高崎に縄専門店ある知ってる、知らないですよ、本当にあるのよこれ、何縄専門店、あーちゃんのサイン飾ってある焼肉屋あるじゃないですか、あのサインが飾ってある、あの食べ放題の焼肉屋、あー、牛タンだっけ、なんだっけ、わかります、焼肉キング、バイキング、牛角、焼肉キングか、そこ高崎の、はい、そこの前にね縄専門店があるんですよ、縄しか売ってないんですよ、ちょっと行ってみて、いつも何ここってずっと思ってんだよ、縄が縄専門店、それ入ったらね店員さんが上からね、ああとかっていらっしゃいますよとかって出てきたら面白いなと思うんだけど、めっちゃ面白いじゃないで
ですか。そう、ぜひ皆さんちょっと行ってみてください。じゃあルルちゃん、天国のお父さんに教えてあげてください。ちょっと後ろで縛られて、ね、店員さんが私は今どうやって逃げるでしょうみたいな、いらっしゃいませなんて出てきたら面白いなと思いました。マシでした。面白いな。すみませんでした。ありがとうございます。担当泉彩香とシャトシでした。また明日お会いしましょう。さよなら。縛られてしまえ。お前かな。